こんにちは、矢上慎吾です。今日の動画ですね、ライフセービング人気種目のビーチフラックスをアップデートせよ、その2でございます。先日お伝えしたのはですね、日本代表選手の和田健一さんのスタートを、分析していったんですけれども、今回はですね、同じ日本代表の森慎太郎選手ですかね、のスタートのやり方を、分析したいと思います。これはもうお二人ともですね、すごい早いんですけど、もうスタートの仕方が全く違いますので、その特徴を見ていただけたらいいかなと。それでこうどっちが自分にはやりやすいのかなというのを見ていただけたらいいかなと思います。それではじゃあ森選手のやつをやっていきたいと思います。森選手はですね、ジャパニーズスタイルっていうやり方なんですけど、できるだけ早く向こう後ろを向いて、低い位置で走っていくっていうことなんですけど、こんなやり方ですね。こいつって全く違いますね、和田選手とね、はい、何が違うって分かります？分かんない。和田選手はですね、こいつって手をまず手が違うね。手がこうついて足を振り上げてストンっていくと。そうすることで上体ちょっと上げた状態にしてから走ると。で、森選手はできるだけ手はこのままなんですよ。このままでお尻をピョーンって持ってって、わかります？ポンってポン、これをすごい大事にしてて、そっから低い位置でこっから加速する感じなんですよ。全然違うんですけど、特徴としたら今の手の位置が違うことがまず一つ目と、できるだけ早く向こうを向くと、そして、低い位置から頑張って加速するっていう、この3点が、OG スタイルとの違いになります。で、利点としたら、反応が早い選手は、こちらの方がいいって言ってたかな。 できるだけ早く向こうを向いてスタートでこう距離をもう稼いじゃうと。どうしても OG スタイルの場合は足を振り上げたりするので、こうなるまでにちょっと時間がかかるんですけど、こうなった瞬間にジャパニーズスタイルの人はこの辺まで来てますね。結構 1.5 から2メーターぐらい差がつくんですけど、OG スタイルはそこから加速がしやすいんですよ。で、ジャパニーズスタイル、その低い森選手のやり方はここから加速が少ししづらいので、そこでも加速できる、なんていうの、これ低い位置でグッとこう体を固められる体幹の力っていうのはすごい大事になるのかなと。まあ、両方の体幹大事なんですけれども、特に低いこう姿勢でもこう力を発揮できる能力っていうのが大事になるのかなと思います。それを踏まえてもう一度見てみてください。こんな感じですね。このベンダーズレディヘッダーピッ、こんな感じです。正面からこんな感じですね。この辺ですか？大丈夫ですか？はい、こうしていただいてお尻をキュン、こんな感じですね。はい。で、これはですね、先日その森選手本人にお話をする機会をですね、あって、その時に質問させていただいたんですけれど、違いはやっぱりですね、本人も言ってたんですけど、僕はこうスタートに対する反応がすごい早いのでこちらでやらせていただいてるんですけれども、OG スタイルの方が高い重心が高い位置から加速するので、こう落ちる時にもこう加速が使えるから早いなと。で、ジャパニーズスタイルの場合は低い位置からこうグググって上げていかなきゃいけないので遅いんですけれども、その反応の速さっていうのが僕の売りなので、そちらを採用していると。これはもうどっちがいい悪いっていうのはないんじゃないかなというのは言っていたので、どちらの自分の特徴に合った方っていうのを試してみたらいいかなと思います。で、僕個人としては腕の力がない方、女性とかは特にこのスタイルの方が早いんじゃないかなと思います。腕でこうグッとこう上げれる人は OG スタイルを極めていった方が早いんじゃないかなと思いますので、これはあくまで僕個人の感想でありますので、どちらが自分に合った方がいいのか、特に子供年代はですね、いろいろ試してみたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、ビーチフラックスをアップデートするその2でした。またね。